ずちきずつつつつちよよ高めなお餅は好きかい好きポンポンポンジャパニーズソウルフードそれがお餅レンジデデン高見と大西の高西やガリシアです。あ？バンバンバン。よし、もう一回開けるから。開けた、開けた。どうも、高橋みなみです。大西沙織です。よろずやです。高西沙織です。第75回目です。イエーイ！シュシュッシュッチカバッチャボッチャッチャカどういうリズムリズムむずむずいでしょお餅のことは任せろイエーイどうも高西屋でーすイエーイピースレアマさんからのおすすめ小芝聖餅所芋餅が届きましたイエーイこちらでーすお値段1本1850円ですチリチリご夫婦でお餅を作ってくださっているらしくはい届きました我々の元に嬉しい芋餅高知県の地元食材、はい、もち米と干したさつまいもと砂糖が混然一体となった味わいがたまらない冬の風物だそうです、うん、冬の風物、はい、ということは今年はもう終わってます食べれませんすいません私たちはギリギリセーフでした滑り込みました滑り込みセーフでしたありがとうございますということでね、はい、ホットプレートで焼いて食べていきたいと思いますが、はい、芋餅はこの状態で来てるから切ってもらわないといけないんですよ、うん、はい、はい、ということで切ってもらいますポンポンポーンお願いします切ってもらいましたはいはいすごいすごいです1センチぐらいに切って食べるのが美味しいのかなこの感じそうかも、ね、でももうすでにいやホットプレート140度で今温めてるけど結構もう熱くない確かにいけんじゃないもういけそういけそうやりましょうやろうやろうあお手手きれいにしましょうパンパンお手手を拭きましょうすくーすくーもうね、今日お腹空いてるのすごい、もう言ってたもん、さっき、うん、メイクルームからバンって出てきた時に、うん、お腹空いたって言ってたもんね言ったね嬉しいね芋餅なんていくらあってもいいですからね、食べたことないけどこれから食べます焼こ焼こ焼きます、置いてっていいいいよこれどういう感じで焼くのかなそっそって焼けるのかなそこはもう高見菜のね、腕の見せ所ですよいや、見せる腕ないよえ何個ぐらいみんな分あー、1,2,3,4,5,6,7,8,9 9です9です1, 2, 3, 4, 5, いつもさ、数えてる人数数えするのにさ全然覚えられないんだけど何人いるのか毎回なんかね OK 1,2,3,4,5,6,7,8,9 イエイあ、え、待ってもうさ、下の面プニュプニュしてるんだけどすぐ焼けるかなもうこれ試して、なんかチョコ味だけ一人先に食べたらしいのよそうなんだよズル王子だよどれぐらい焦げ目がつくぐらいどれぐらいで焦げ目つく焦げ目ついてるいや若干だなもうちょい焼いていいかな分かったじゃあ焼きながら、はい、この T シャツ見せますはい見て T シャツがおニューになりましたてってでーん高見菜&大西高西やしかもさ、なんか前まで私たちがさ、うん、着てた普通の T シャツよりちょっとさ、なんていうのここが長いあ、確かに丈がちょい長めだから男の人でも全然普通に着れそうな感じ、うんうん、しかも生地感めちゃ良くないですかいいですこれ合格です合格ラインいただきました大西さんの合格印がついたこの高西屋の T シャツと、はい、アクリルキーホルダー、はい、ありませんけどもご覧くださいこちらですはいどう可愛くない可愛いですコロンビアゲームやっておりますコロンビアゲームやっていますはいはいこれで焦げすぎ焦げすぎたわよじゃあ他のもやばいじゃんやばいやばいやばい助けてあーやばいねーやばいあーやばいやばいあーやばい焦げ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 全部があ全部が焦げ焦げっていうになっちゃったじゃんどうしよう小芝夫婦がせっかく作った芋餅なのに小芝さんに申し訳なさすぎるんだが柔らかいどうするどうするこれ
え、こ、こめん、えぐっちゃった。で、あ、どうしよう、それにしたってちょっとさ、焼けすぎたくないこれ。ちょっとさ、そう、ちょっと、ほら見て。これ何なんかさ、元から海苔巻いてあるせんべいなのかなっていう、なんか。海苔巻けばわかんない？うん。あ、海苔巻いちゃう？海苔ないけど。え、これどれぐらいがい、何そんな、なんでうちらが焼かなきゃいけなかったんだもうね、焼いたものをね、用意してもらえばよかったのにね。これ出した後に、で、焼いたものがこちらでーす、ね、やってくれれば。で、3分クッキングってさ、うん、私ずっと生放送だと思ってたの、うん、違うんだね。あ、そうなの。え、なんかさ、あの3分クッキングってこれを野菜を切ります、で、切ったものがこちらで、これを炒めていきますみたいな、ある程度なんかこう用意されてるから、うん、あ、尺をぴっちりやるためにそうやって切ったりとか、うん、こちらが用意されたものですみたいなのになってんのかなって思ったら、うん、全然普通に収録だったんだけど。普通に時短のためにやってるってこと？あれをやるんだったら生放送なのかなって思っちゃう。でも毎回さ、同じ時間にやっててさ、何が起こるか分かんないからさ。まあ確かにね、3分以内って決まってるんだったらさ、やっぱ収録の方が安全だよね、うん、確かに。生放送でやる意味ないもんね。そうね、そう。でも、ね、あの変わったんだよね、3分クッキングの人。何？ずっと3分クッキングやってた人が、うん、キャスト変更された。あ、そうなの？18年とかずっとやってたんじゃない？もうその人だから3分で料理作る天才じゃない？そうかも、うん、もういくらだって3分で作りますよ、事前に準備さえさせてくれればねって。あ、ほら、そんなこと言ってたらまた焦げたじゃん。もう、もうこれ誰のお腹に入るか分かんないからね。どうする？みんな、みんなとりあえず1回あげるね。あげるね、あげるあげる。まあこのぐらいの焦げだったらね。でもすっごいいい匂いするんだけど。いいね、嬉しい。これじゃあちょっとみんな、みんな分。え、これめっちゃ美味しそうじゃない？それじゃあ高めの食べな。え、いいの？いいよ、優しいんだから。あんたってば。じゃあ、じゃあ自分の分をこうしてみんなに。そうだね、じゃあみんなこれで、はい、みんなの分。ちょっと焦げてるけど、はい、みんなの分。メイクさんとか社長にも。焦げてるけどね、焦げてるけど、焦げた部分は剥いてや。でも確かになんか表面むけそうだよ、むけそうだよ、嫌な人は、うん、私はこれもご愛嬌だと思っていっちゃいます。 OK、 じゃあ食べよう、食べよう。いただきます。せーの。なんか小芝さんの優しさを感じるんだが、なんかおばあちゃん家に、うん、で、嬉しい気持ちがここに全部詰まってるって感じ。なんかね、ほんのりやっぱりお芋の甘みがあるの。ね、このなんか食感が優しくない？優しい。なんか歯触りとか舌触りみたいのがもうめっちゃ優しいし美味しい。なんか不快指数ゼロですって感じ、うん、なんか布団みたい本当に布団だわこれ。ねえ、小芝さんに会いたい。ね、絶対優しいよ。うん、どうする、めっちゃ厳しかったら、布団じゃないですとか言ってそれは芋餅です、うん、知ってます、ごめんなさい。いや、絶対優しいよ、こんな美味しいの作る人は絶対優しいに決まってる。めちゃくちゃ美味しいんだが、ね、また焼いていい？いいよ、焼こう、うん、ちょっとおい芋餅しよう。 お箸、別のお箸もらってもいいですか？あ、確かに、うん、おいしい、うん、何の話してたんだっけ、T シャツとキーホルダーが、 T シャツとキーホルダーが売られます。そうなんですよ、これぜひ買ってください。で、しかも、うん、キーホルダーと T シャツを一緒に買うと、うん、なんかちょっと安くなる、お得な感じになる、うまい商売してますんで、絶対買った方がいいじゃん、うん、高西屋をこれからも、うん、あの応援してくれるなら、うん、高西屋を存続させるためにも、うん、ぜひ。で、しかもキーホルダーはアクリルスタンドみたいなのもついてるから、うん、で2セットずつ買って、うん、カバンにつける用と、うん、こう机とかね、うん、家に置いとく用と、うん、で T シャツも外できる用と、うん、寝巻きにする用みたいな、うん、いっぱい買ってくれよな、お願いします。お願いします。でも本当にこれなんか外で着てても全然ね、うん、いい感じなんで。よく見たら高見と大西って書いてあるんですけど、そうだね、まあもう本当に高見さんと大西さんは買った方がいいよね
うん、確かにね、いるかな、いるよ、だってほら高尾かのんちゃんと、ね、大西あぐりちゃんも本当だ、近くにいた、近くにいたから買ってもらわな、あの二人にも買ってもらおうよ、買ってもらおう、うん、だってもう先日もね、うん、あのアグノンルームラボが高西屋仕様で番組をやってくれたんですよ、らしいですな、はい、私たちもちょっとだけね、はい、見させてもらって、うんうん、そうなんです、だからもうこれ次ね来てもらってやってもらったら完璧じゃんね、完璧ですよ、もうあなたたちにあげます、高港大西の称号を何その称号何その称号、あなたたちは今日から高港大西ですって、でもなんかえん、あ、高尾だからね、高尾か、高尾と大西、うん、大西はそのまま大西だもん、ね、女だね、もう生まれた時から大西だったわ、うん、大西の称号手に入れたわ、すごいわ、でも嬉しいですね、なんかすごいさ、見させてもらったらさ、うん、アグノンルームラボさやりづらそうじゃなかったなんかあれ私たちがなんか悪いことしたかなっていううちらはコラボさせてくださいって言ってくれたから、うん、いいよって衣装とか全部やっていいよって言っただけなんだけど、うん、なんか悪いことしたみたい な、ちょっと罪悪感あったね、罪悪感あったよな、なんか、うん、すごいこうわーなんかこれですごいうまーみたいな、なんかうーってなっててさ、なんかそうだねみたいな感じで嫌だったみたいなこれ嫌だったちょっとちゃんと選択してくれた、お二人に貸すときに、そうだよ、私たちの変なさものがいろいろ邪気とかなんか染み込んだ、そうだよ、ジャージでね、うん、大変、クライニングなしたそこ気をつかった、だってね、うちらなんかね、なんか高いし臭くねみたいなやだもんねでも確かにどの番組よりご飯食べてるから、うん、そうなのよ、ちょっと匂いは染み付いてるかもしれないね、はい、全部いい匂いなんだけど、うん、混ざり合うとね、うん、ダークマターことになっちゃうかもしれないからね、ダークマター生み出すかもしれないか、ちょっとうまく焼きすぎて、うん、ちょっとあれかも、いやいいよ、すごいきつね色って感じ、うん、もうちょっと焼いた方がいいかもね、あはははは、めちゃくちゃ美味しいこれ、えすごいさ、高西屋宣伝もしっかりやってくれてましたね、そうそう、えなんかね、でもそれがすごいありがたかったんだけど、うんうん、すごい宣伝を2回ぐらいしてくれたんだよね、オープニングとエンディングでも宣伝してくれて、うん、ありがとうございます、ありがとうございます、でもそれでなんか逆に罪悪感感じちゃった、えなんで、あすごい宣伝させてる無理やりみたいな、じゃあうちらも宣伝しとく、あそうだね、うん、たアグノもうなんて言ってるもう高西屋にやっぱりもう魂売ってるからさうちらの帰るべき場所はそうなのよ、間違った間違った間違ってるよ、アグノンルームラボは、うん、高尾かのんちゃんと大西あぐりちゃんがパジャマを着てやっている、すっごく可愛らしくて平和な空気感の番組です、そちらはですね、うん、毎週各週水曜日の23時から放送しています、皆さんぜひ見に行ってくれよな、そうだぜ絶対だよ、いや約束約束、多いんだよ後ろにもう終わりたい終わりたいの番組としてはそこ言わない方がいい、だって朝番組のさ、うん、子供のさ、うん、また見てねぐらい、あれぐらいがちょうどいいんだから、うん、また見てね、何のことだよ、約束約束だもん、聞こえてたよ私には、聞こえてたの私には、あ聞こえてたの聞こえてたの、うわ来週もまた見てくれよな、絶対だぞ、うん、約束約束、うん、聞こえてたけど私には、テニビのガヤじゃないんだからさやめてよもうあ、いい感じ、いい感じ、めっちゃいい感じに焼けた、いや食べていい、いいよ、うわ見てほらこのトロトロ感伝わる、ふにゃーんってなってんの、めっちゃ可愛い、これこのままで、うん、なんていうんだろう、私やっぱりなんかちょっと素朴めな味が好きだから、うん、このままの芋餅がめちゃくちゃ美味しい、わかる、お皿1枚ください、あ、いいですよ、すまへん、はいよ、はいよ、はいよ、お皿1枚、お皿、お皿、うん、うん、うん、いただきますあくやばい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 、ページ4にもできない、ページ4にも失礼になっちゃうからできないよ、頑張れ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 、お水お水、消化消化消化、火消しを呼べ火消しを、うあーあー大事な大事なみんなからのファンアートが、これどうやってくっついてたんっていうぐらい何にもないんだけど、何これ、うまい、ここかな、こうか、おいぴー、おいぴー、うん、おいぴー、
びっくりした今もう芋餅ベロになっちゃったかと思ったいや、私が見た時はもうなってたよベロになってたよベロになったちょっとこう夫婦して食べた方がいいよみんなも、ねね、食べる機会があったらねあちあちなのに夫婦しないのちょっとおバカすぎるでしょなんか、ね、これはなんで救出しなかったの、ね、だってこっちはこっちで大変でしたよ起きてるよってあんたが助けなあんたもうせっかくのお餅がもう、うん、でそれもああいいいい美味しくできちゃったうん、めちゃくちゃ汗かいたんだけどこの一連の流れで私もめっちゃ汗かいた勘弁してくれよここがなんかマグマみたいなマジでそりゃそうだよねマジで寸前だったわ危ねえとこだったみんなも気をつけな熱いものを食べるときはね、うんうん、見本だ ね、 これねちゃんと夫婦するんやで、うん、はいそして、うん、あ高西ちゃんファンアート、うん、届いておりますイエーイこちらですねミサピョンさん女子高生の方からいただきましたかわいいかわいいよてか JK がうちらの番組ほんとありがとね確かに何を目的に聞いてくれてるのかちょっとわからないんだけども、うん、しかもさこれ、うん、このクオリティで、うん、なんとスマホで書いてくれたらしいですすごっどうやって書くのどういう技術スマホでわかんないねスマホをペンタブみたいに活用できるアプリみたいなのがもしかしたらあるのかなあそういうことでも言ってもさスマホってことはさこれぐらいの中ってわけじゃん、うん、それでこんな繊細な絵を描けるのすごいねめっちゃ拡大したりとかレイヤー分けられたりとかもしかしたらするアプリがあるんじゃないなんかすげーやハイテクすぎて、うん、そんなアプリあんたの iPhone には入れられないね入れられないですよもう2ギガしかないんだから無理無理だからってことはまだ iCloud 入れてないってこと入れてないねあんたさ新幹線見たあ見てないやってられませんわ見てないよだってモンハンに夢中だもんもうさ、うん、確かにモンハンは楽しいよ、うん、でも iCloud なんてこれボタン押したらあとはもうモンハンやってりゃいいわけじゃん、 本日のお菓子はまあお餅で十分ですかね、うん、あれはヤバい子たちはないあ、大丈夫みたいですうん、ということで今日は芋餅を食べながらやっていきたいと思いますそして毎回恒例現在の番組予算を出しておきましょうこちら餅のように膨れ上がってはじけたわあ、お餅の雨だうえ食べちゃえあんあんあん絶対やらないからってやってよどうすんのこのくだり無駄になるじゃない面白いってうち面白い、うん、見てよやっぱ天才だったんだよ私たち照れちゃう照れちゃうということでじゃあ本日も高西屋よろしくお願いします高港大西の高西屋よろずかわらバン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 ペンネームコールドマンさんありがとうございますこの間お二人がゾンビの話をしていたのでこんな質問をします、はい、突然ゾンビまみれの世の中になりました怖い家に閉じこもり1週間が経ち、うん、水も食料も底をつきました、うん、そうなったら救助が来ることを祈ってそのままじっと耐え続けますか、うん武器になりそうなものを持って外に飛び出しますか、うん、もう自分もゾンビになるために食われに行きますか僕は早々に諦めて食われに行きますそういう人間ですどうしますかうーん武器持って外行くかなだって死ぬじゃんどっちにしろ家の中にいてもでももしかしたらもうちょっと待ってたら誰かが迎えに来てくれるかもしれないよないよ来てる途中でブーやられちゃうの、うん、一緒にふーって分かんないじゃんねバイオのレオンみたいなのがさブーブーってやって来てタカミナって言って来るかもしれないじゃんバイオのレモン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 はもう絞られて終わりだけどレモン氏もさ、うん、なんかその一つ一つの家までは見ないじゃん絶対
ってことはやっぱ外に出てなきゃ見つかりもしないのよ、うん、レオンに。わかんない、たまたま、うんうん、あの一番最初のさ武器屋みたいなところにさ、うん、入ったらさお父さんがいて、もうちょっとゾンビになりかけてる娘ちゃんがいてみたいな、うん、そこのなんか感動の一幕みたいなのがあるんだけど、うんうん、そういう感じでさ、もうたまたま高見菜の家に入ってきてくれるかもしれない。でもさ、あそこは武器屋だったからさ。確かに。でしょ、あの武器屋だったから。え、何や、高西屋。でも高西屋だ。でも何もさ効果ないじゃん。レオンがここに来たところでさ、うん、芋餅しかさ、芋餅プルプルイン回復みたいな感じでさ。大事じゃん芋餅だって。いやいや無理でしょ、ハーブじゃないんだからこれは。無理無理よ、こんなに美味しいのに。美味しい、めちゃくちゃ美味しいから。レオンも、日本最高みたいな感じになるかもしんないけど、今日多分来ないの。ダメダメよ。だから多分、うん、こう家待ってても、うん、それぞれの家でさ、なんかね、つぼこって割りに来るわけでもなしでさ、うんうん、ないから。だからやっぱ外出て、なんなら武器屋みたいなところに行った方がいいよね。あー、なるほどね。まあ、日本にはないんだけどさ。何持ってくの、え、戦えそうなものって。フライパンとかじゃん。っだってなんかさ、うん、包丁効かなそうじゃん、あの圧倒的な場所に刺さないと、うん、なんか圧倒的に致命傷みたいな場所に刺さないと包丁は効かないけど、うんうんうん、フライパンでバーンって殴ったら一回なるやん。ああ、クラクラクスタン状態みたいなね。 そのうちにズワーってどうすんの、だからうるるっていうゾンビだったら怖い。怖い。ちょっと嘘、今日は不穏な空気が漂ってるね。不穏だ、走れる、ハイスピードゾンビだったらやばいじゃん、ランニング、うん、ランニングマン、ランニングゾンビ。でもそしたらあの近くの車とか勝手に乗るわ、パリンっつって。ああ、もう非常事態だから、うん、もう法律とか関係ねえ、うん、ブーンって、うん、それか、あの私が大事にしてるキックボードで。え、まだ持ってるんですか。持ってるよ、あのタイヤのところが7色に光るキックボード。それでだってなんかコンビニとかね、うん、行ったことあるって言ってましたけど。行ってる行ってる、街中の人みんなこっちを見てるよ、うん、あれって、うん、え、光ってる、かっこいいっていう目で私のこと見てる。そうかな、うん、本当にそうかな、うん、あの速さで駆け抜けてったあいつはって。バン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 。7色でかっこいいから。じゃあそれでフライパン持って、うん、フライパン持って。すごいわ。もう片手でフライパン片手でここにカン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 通りすがりで、もうやっていくんだ。したらもう後ろから来た人が、なんであの道だけゾンビがみんな倒れてるんだ、レインボーロードだっつって、高見菜だだめって、うわーってなるの。かっこいいわ、うん、それかな。あ、いいね、うん、大西は、私はクアルに行って高見菜を追いかけるわ。やだ。来ないで高見菜ってなって、うーって。やだよ、こう食われるの怖いじゃん、だってキモいよ。でもゾンビになったら逆に楽しくない？もうだってみんな仲間みたいな。感情ないよ、楽しいっていう感情も。わかんないじゃん、ゾンビになったことある？ないけど。ほら、でもみんななんかってなってるってことは、首かしげながらやってるってことは、うん、え、これで合ってんのかな俺の人生って。なんか歩いてるってことだからね。なんで悩んでんのゾンビ。悩んでるじゃん、そりゃ悩んでんの。あれおかしいな、こんなはずじゃなかったんだけどなーって、なかったのになーって。あー、まあでも思い悩みながら生きていくのもいいんじゃない。もう生きてるかし、ある意味人間らしいよね。逆に、うん、逆に半分死んでっけど、うん、一番人間らしい姿。そう、まだ悩めるぞっていう。わかんない。じゃあそういうこと、全然フライパンで殴るよ。あんたやるでしょ。いや、ちょっとはさ、交渉してみるとかさ。無理だもん。いや、わかんないじゃん。おーってなってさ、どこみなってなるかもしんないじゃん、うん、いやでもそしたら多分大西は言うよ、殺したって。一番胸やつ泣いちゃうシーンね。いやもう私もう泣きながら、うん、ブーって言って、して殺してになって。あ、悲しいね。悲しい、めっちゃ悲しいよ。でもそれがいいかも、ゾンビになったら、うん、もう好きな人に、うん、もう最後をもう決めてもらうのが一番いいね、うん、一発でやるよ、うん、そうだね、うん、楽にやってよ。あんたカーンとかやったらうぅぅぅってなるからね。なんかごめんねって。もう一回言って。それだったらもう連れてってくれよ一緒に。嫌だよ、だっていつ噛まれるか分かんないの。嫌だもん。あ、だからねずこみたいに、うん、なんか加えさせといて、
でもゾンビってさ、この噛む力どれぐらいなんだろうね。だって骨とかまで行くっしょ多分。あってことはもう竹なんてもうバリバリバーンってあんたいつの間に竹外したんってなってさ あれはだからあのチャーリーとチョコレート工場の昔のチャーリー、チャーリーじゃないチョコレートの人みたいな歯をそう強制食べられないようになんかこうやってガッて。そんな機械探すのめんどくさいしな。歯医者に行けばあるよ。あ、そうなの、知らない歯医者パリーンってやって、パリーンってちょっと世も末だからやってるだけだからね、これそういいね、非常事態だからね。あ、それがいいかもね、まあ、それか、なんかワンちゃんの首輪とかで繋いどいてどっかに、で助けられることになったら、あの無駄にワクチン、打ちに行くわ。あ、本当に、じゃそれで行こう。それで行く。そうします。そうします。じゃあはい、盛り上がっちゃった無理なんだけど。え、何この話いや何この話って思ってるかもしれないけど、個人的にめっちゃ楽しかった。あ、本当、じゃあいいわ、よかった。大丈夫です。ゆるず瓦版でした。バイバイ。高見菜と大西の高見視野。お送りしてきました高見菜と大西の高西屋、いかがでしたでしょうか、番組では各コーナーへのメールをお待ちしております。メールアドレスは高西@セカンドショット .jp です。各コーナーは番組ホームページにも掲載していますので、ぜひ確認してみてください。この番組の経営ボタンセカンドショットではチャンネル会員を募集中。会員になるとこの後23時からアップする番組のアフタートークや完全版アーカイブが見れちゃいます。コスパがいいと噂のセカンドショットチャンネル、よろしくお願いします。番組にプラスされる予算獲得に向けて番組ツイッターへのフォローよろしくお願いします。お、何やった。やってない。今声色チェンジタイムだったから。ああ、そうか、オッケー。セカンドショット通販では高西屋新グッズの予約販売実施中。新グッズは T シャツと台座付きアクリルキーホルダーですわ。欲しい、絶対買った方がいい。誰なんだろう、分かんないけど。番組支援の意味も含めてよろしくお願いします。5月8日土曜日メルパルクホール東京にてセカンドショットナイトガールズパーティー2021コラボレーションを開催します。半分の集客と配信での実施を予定。昼の部はトラハモとケラピク、夜の部は青春アクティブと私たち高西屋がコラボします。チケット情報など詳しくは特設サイトをご覧ください。高西屋第75回どうだった。誰、え、当てていきたいわ。何を、一人は、わかんない、一人目は、なんかちょっと食べるの大好きみたいな人、で2人目は、キノピオキノピオさん、3人目はなんか、ロロロロロみたいな感じだったよね、誰かいる、そんなキャラクター。特に誰のことも考えずやってたわ。考えろよ何も考えてない、何も考えないで生きてる。なんか今日テンション高いんですよ。今日ちょっとさ、イレギュラーなんだよね、収録してる日が。さあで時間帯もなんか違うんだけど、なんかそれでテンション上がっちゃったのかな、高見菜ちゃん。休日に大西ちゃんに会えてうれピッピピー。そうだね、休日なんだよね、やばでもほら、ここから別にこの曜日でレギュラーじゃないから。確かに、休日なのにみんな今日は集まってくれてありがとう。本当にありがとうね本当に。え、なんてさ、待って、ぶっちゃけ今日この収録なかったら休みだった人手挙げて、せーの、はーい、ほらほら見て、え、みんな、そう、メイクさん、みんな集まってくれてありがとね今日はまあでもね、いろいろスケジュールの関係とかもあるから、たまにこうイレギュラーで撮ったりするんですけど、みんながだって高西屋のためだけに、今日起きてここに集ってるってこと。そう、きっと風呂も入ってさ、本当だったらさ、もうめんどくさいから休日が入らなくていいやみたいな時もあるじゃん休日も風呂には入れえ、たまにない。歯も磨けよ。歯は磨いてるよ。あ、よかったよかった。歯も磨いてるよ。でもなんかたまにこうサボったりするんだけど、今日はね、みんな、ありがとう、努力してくれて、ありがとう。え、もう沸かすしかなくない、風呂は。いやいやみんなありがとうね。Thank you for your everyone。 シャッシャッシャッ、 Yeah 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 yeah。 ということで今回の高西屋はここまで高橋みなみと大西沙織でした。バイバーイ。大変だ。